ゴンサロこと、ゴンサロ・マヌエル・ガルシア・ガルシアは、ウルグアイ・モンテビデオ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは、攻撃的ミッドフィールダー。ウルグアイの首都モンテビデオに生まれ、祖父がガリシア州出身だった関係で14歳の時に、スペインに移住。U-17 スペイン代表に招集され、アンドレス・イニエスタ、ホセ・アントニオ・レジェス、フェルナンド・トーレスらと共にプレーした。レアル・マドリードの下部組織出身であるが、レアル・マドリード C からトップチームに昇格することはできず、セグンダ・ディビション B の AD アルコルコン、メリダ UD、CF、パレンシアなどでプレーした。2005年にオランダに渡り、エールステ・ディビジのアガーブ・アペルドールンと契約。2005から06シーズンには、スタンリー・メンゾ監督の下で、得点王争いをする活躍を見せた。2006年には、エールディビジの SC、ヘーレンフェーンに移籍したが、公式戦デビューは、シーズン後半となる2007年2月10日のフィテッセ戦で、出場機会に恵まれなかった。2007から08シーズンは、ヘラクレス・アルメロに、レンタル移籍し、2部降格の回避に貢献した。2008年夏、FC フロー人間と4年契約を結んだ。2008から09シーズンは、レギュラーとして28試合に出場して4得点したが、2009から10シーズンの出場機会は稀で、主にリザーブチームでプレーしていたが、2010年1月8日、PFC チェスカモスクワに移籍した、本田圭佑の後釜を探していた BBB、フェンローにシーズン終了までの契約で、レンタル移籍した。2011年夏、キプロスファーストディビジョンのエックラルナカに移籍。UEFA ヨーロッパリーグ予選プレーオフのフロリアーナ FC 戦では8から0と大勝した試合でハットトリックを決めた。2015から16シーズン限りでアノルトス・ファマグスタを退団。2016年11月11日、セグンダディビシオン B の SD コンポステラに加入することが発表された。シーズン終了をもって現役を引退し、ジョン・ラメルスが新監督に就任するエスビア UFB のアシスタントコーチに招聘された。ありがとうございます。